おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきましょう。最終章前編 B パート、アリスさん、ソウさん生存の、ダミーズ全滅ルートやっていきたいと思います。車田さんに充電器を取り付け、アリスさんの昔の記憶が戻りましたと。いやー、なかなかね、いろいろ衝撃な事実が分かり始めて、真実には近づいてるなっていう感じがしますね。扉は簡単に開きそうだ。よし、やっていきましょうか。はい、ルンルン緑くん、こんばんは。ここに繋がってたのか。横揺れルンルン緑くん。同意書はいらんかね。緑。怖い顔してどうしたの？殺人鬼さん。アリスさん、落ち着いてください。わかっている。だが、あの写真のこと、確かめればなるまい。ルンルン緑くんにね、確かめましょうか。じゃあ何か言いたいことでも。はあ、思い出したんだ。俺は人なんて殺していない。全ては貴様に仕組まれたんだ、緑。ひどいなあ。ちゃんとあの時死んでました、僕は。なぜ死者を語る。貴様には流れているはずだ、どす黒い血が。じゃあ殺してみる。ハリスさん、言っちゃダメです。やっちゃってください。おいおい、やっちゃってください、やっちゃってください。ハリスさん、無責任なこと言わないでちょうだい。帰り討ちになるでしょ。なんだ、案外冷静なんだね。これお見舞いしようかと思ったけど、ロケットパンチ。何？ドーン。大きな音とともに壁に何かが突き刺さった。あ、はあ？何よこれ。ロケットパンチだよ、かっこいいでしょ。ふざけてるけど、こんなの当たったら。ねえ、これでも僕を人間扱いする？緑は突き刺さった手を抜いた。言っとくけどさ、アリス、僕だって心底怒ってるんだよ。あんな事件、僕だって予想外だったんだ。楽しみにしてたデスゲームに僕の席はなくなっちゃった。許してないからね、アリス。貴様。それに僕だけを責めるのはお門違いさ。その灯籠が君の本当の罪を浮かび上がらせるよ。使ってみるといい、アリスだけじゃなくみんなにね。何も口を挟めなかった。くそ。ハラハラしたじゃん。あんなの飛びかかってたら避けれなかったわ。そうだな、不思議と冷静だった。俺の中の怒りなんてその程度しか残ってないのかもしれないな。アリスさん、それは違うんじゃない？忘れちゃっただけだと思うけどね。2章後編でアリスさんだってハンナキーに頼んでマシン使ってたじゃん。それ使ってなかったらアリスさんの中には絶対に怒りはあったはずだから、そう、残ってないんじゃなくて、あるんだけど、忘れたというか、こう、奥底に閉じ込めたみたいな感じなんじゃないかと思うけどね、私は。アリスさん。いや、あの切なそうな正面の顔初めて見たわ。アリスさんは、一度ハンナキーの機械で、レコさんの辛い記憶を消している。ね。そのおかげで挑発に乗らずに済んだ。そんなの幸運と言っていいんだろうか。ねえサラ先輩、そろそろ手分けして手がかり探さない？人数も少ないし、やれることやろうよ。いいだろう。くれぐれもみんな注意してくれ。自分の身を第一に考えるんだぞ。さてと、
一人になってしまったの。私も何とかして下に降りる方法を探さないと。いやー、アリスさんが、まあね、そのレコさんの記憶を消したことで冷静になれてたのは、確かに、安易に死なずに済んでよかったかもしれないけど、なんかね、いいとも悪いとも言えないな。程よくね、辛いことを忘れるのもね、私は逃げ道としてありだと思うんだけど、立ち向かうことも大事だとは思うけどね。忘れたいことは忘れられないのにさ、忘れたくないことはこう少しずつ忘れてってしまうっていうのが、なんかちょっと人間らしさを感じるというかさ、なんか人間らしいところだと思うんですよ、私は。だからまあ機械を使ってね、その忘れたいことを忘れられるっていうのもまた一つ、なんだろうな、やっぱ辛いことに直面して生きることを諦めてしまう人だっているわけだから、私はその方法としてありだと思うんだよね。そういう機会あったらいいのにね。まあ、あったとしても、多分だけど、私は相当切羽詰まらない限りは使わないかなと思うけど。自分の中にある記憶とか思い出とかってすごい大事なものだなって思ってるからさ。辛いことも嬉しいことも全部含めて私の人生だと思ってるからね。だからどんなに理不尽なことが起きたとしても、忘れたくないって思っちゃうかもしんない。私だったら。ね、でも実際に辛いことが起きた時に耐えられなくって使っちゃうかもしんないな。どうなんだろう、ちょっとその時の状況になってみないと分かんないや。さあ探索しますか。あ、アリスさんいるね。アリスさん、なんだか気落ちしてるような。話しようか。どうかしましたか、アリスさん。なんだ急に。そうですか。おい、指導員サラ、ここにトランシーバーとボイスレコーダーが置いてあったよな。ああ、思い出してんだ。そうですね。ああ、そういうことね。自分の罪に気づくよみたいなことをさ言ってたのって、ここで相手を、まあ、見殺しじゃないけど、こうトランシーバーとかを放っといてすぐ出てっちゃったことで、そのひなこちゃん、本物のひなこちゃんを殺すことになってしまったっていうアリスさんの話をしてるのか、罪って。どうしたんだろう。ああ、なるほどね。じゃあ、他のキャラクター、銀くんとか、九太郎さんとか、あ、九太郎さんは今見れないか。銀くんとかの記憶はさ、見たことがあるから、それは飛ばして、アリスさんとソウくんの記憶をたどるっていうことをしようかなと思うんで、じゃあちょっと早速アリスさんに灯籠使ってみましょうかね。ほい。アリスさん、失われた記憶について話しませんか？これ以上思い出せるほど、俺の記憶領域は浅くないぞ。一人では難しくても、話してるうちに思い出すかも。バカな、そんなことで。いや、やってみる価値はあるか。考えてみれば、誰かに打ち明けたことなんてなかったからな。会話相手が私なのは我慢してください。せいぜい気持ちよく喋れるように聞き役に徹するんだな。緑は、この灯籠をみんなに使えと言った。もしかしたら、この光が忘れてしまった記憶を刺激するんじゃないのか。見えなくなってしまったものを映し出す。やってみるしかない。シュン。さあ、どういう記憶？おー、牢獄。俺の引っかかる記憶は、刑務所の中だ。あんなに過ごした空間なのに、妙に曖昧でな。あの日、特別なことがあったような気がするんだが、思い出すと至って普通の日なんだ。アリスさんの記憶に何か間違いがあるのか。この灯籠を使えばアリスさんの本当の記憶が浮かび上がるかもしれない。今すぐやりましょう。さあ探すぜ。まあこれが緑だっていうのはわかるんだけど、他だよね。なんだこれ。まあ、ボンゴがある。で、あ、なんか紙を持ってる。同意
意書もどっかにあると思うんだけどな。同意書これかもしかして。じゃあで、なんかよくわかんない鎖もあって、なんだこの赤いのは。で、まあそんくらいかな、違うとこっていうのは。じゃあとりあえずどうしようかな、どこから行こうかな。あー、まあまあまあ、じゃあ緑最後にして、この鎖かな。この鉄格子の部分どうだろうか。ほい、その部分もう少し思い出せますか。変なところが気になるようだな、貴様らしい。よく思い出すと何かあったような気がするが、そうだ、鎖だ。鉄格子には鎖がつながっていた。いまいましい。よく考えたら、なぜ今も俺だけが鎖でつながれているんだ。そうだよね、ずっとなんか手に持ってるもんね。その手錠も足かせも外せないんですか。当たり前じゃないの、好きでつけてると思ってたの私が。さすがにファッションじゃないんだな。そうか、ファッションじゃなかったんだ。あー、で、この生地は多分一緒だと思うんだけど、一応聞いてみるか。この床に広げられた紙。俺の殺人事件の資料だ。刑務所内の限られた情報網でずっと集めていたんだ。俺は、結局自分の事件について正確なことは何一つ知らない。レコと俺は、あの日より宗という男に狙われ、そして守るために殺した。その根底に何があったのか。俺はその真実にたどり着けたのか。その上で記憶を消されたのか。わからないが、レコはもういない。それだけは事実だ。アリスさん。そうね。で、紙を握ってるんだけど、どれからかな。この赤いバケツみたいなやつにしようか。ゴミ箱なんだ。鉄格子の向こうの通路に置かれたゴミ箱、どうだろうか。ケチをつける気か、指導員サラ。だが確かに、ゴミ箱じゃなかったような気がする。あの日だけは、な。そうだ。あれは、マフラーだった。あ、これマフラーなんだ。日よりそうの、まあ、月見しんくんもつけてるマフラーかな、じゃあ。しかも、そのマフラーは緑のものだったんだ。くそ、何なんだ。思い出すと明らかにおかしいじゃないか。暴れないでください。リラックスして深呼吸してください。何よ、珍獣のように接しないでちょうだい。そんな風に接してないのに。じゃあ、ボンゴ。このはしごの下、どうだろうか。その部分、もう少し思い出せますか。何？そんな場所が気になるのか。そういえば、何かあったような気がするが。あ、ボンゴ、だ。あの日の朝、誰かからの差し入れとして送られてきた。正直、息を呑んだ。まさかって。だが、レコじゃなかった。くそ、あれは一体。楽器が送られてきたら考えてしまうよな。ああ、これレコさんからじゃないんだ。そうなんだ。さて、いや、この模様気になるからちょっと調べたいんだけど。このベッドの間の壁に貼られたポスター、どうだろうか。これあれかな、あの、サムライアイバとかのポスターなんだろうか。レコの。ポスターだ。あ、これレコさんなの？あいつが新しいバンドを組んだと聞いたときは、その寂しい気持ちもあったが嬉しかったな。また音楽を再開してくれた。そこに俺がいなくてもな。アリスさん、これ以上この話はやめておく。あー、切ないね。壁にかけられたタオルについても、まあ、これは違いないと思うけど、聞いてみようか。別に何も変わったことはないな。俺の気に入った柄のタオルだ。しましまはいいぞ、指導員サラ。心も体もしましまにしてくれる。ちょっと意味がわからないな。そうね。意味わかんないね。で、どっか他にタッチできるとこないかな。この大きな檻。別に何も変わったことはないな。ただの鉄の檻だ。
だがさすがに初めてこの部屋で寝た時はショックが大きかったな。起きたら目の前に鉄、起きたら目の前に鉄の檻なのよ。泣くわよあんなの。それでも今よりはマシのような。まあね、殺し合いしなきゃいけないっていうその状況よりはまあマシな気もするな。この辺も棚に置かれた箱。ああ、それは薬箱だな。小さな怪我くらい自分で治せるようにもらったんだ。やはり刑務所で生傷は絶えないからな。月指とか。月指か。そうなんだ、絶えないんだ。なんでだ。これなーに。なんか違うね。この壁の高い位置にかけられたエンブレムのようなもの、どうだろうか。なんか模様が、アスナロの模様書いてあるやん。俺確か、そういえば確か、そうだ、 AS というロゴが壁にかかったエンブレムに刻まれていた。どういうことだ、墓場の棺に刻まれたロゴと同じじゃないか。落ち着いてください。気持ちはわかりますが、今は記憶の整理に集中しましょう。そうだな。アスナロか、やっぱり関わってんのは間違いねえな。壁にくっついた機械。まあ、それはただのラジオだ。変わったことはないな。しかも入所した時から壊れていて使えなかったんだ。俺の情報網は新聞か監視の口から聞いた話くらいだな。意図的に使えなくされた可能性もあるけど。意図的だろうね、多分ね。これなんだ。赤いポスター。俺が貼ったポスター。殺風景な壁を見続けると気がめいってくるんだ。好きなポスターを貼るぐらいの権利はつかみ取れ。私は刑務所に入る気はないけど。そうね。他は別に調べられそうなとこはないかな。ベッドも見とく。下のベッドにある掛け布団。ただの布団だ。冬は肌寒く、夏は汗がにじむ。そんな刑務所の環境で、どちらにも中途半端に対応した微妙な掛け布団だ。ひどい扱いだ。せやな。この辺は？この丸めて整理されている紙。なあ、刑務所で手に入れた資料をまとめておいた、まとめておいておいたものだ。あとはまあ、レコの記事とかな。心の支えにもなったし、罪を思い出して苦しくもなったな。あの頃の俺は、償うことばかり考えていたから。くそ。自分の人よしさが嫌になるぜ。そうだね。ここのタオルもしましま？柄のタオル、しましまね。それ以外はないかな。あとはないかな。通気口。ただの通気口。ここから脱走を図ったところで廊下に出るだけだ。もっとも、俺の筋肉質な体が通るとは思えんがな。得意げだな。っていうことで、どっちから行こうかな。まあ、緑最後って言ったし、ここかな。このアリスさんの手の部分、どうだろうか。まあ。突っかかってくる気か、貴様。萎縮するだろうが。あの日の俺は刑務官と話そうとして、その時、そういえば何かを手に持ってたような。確かあれは、俺が起こした殺人事件の資料。俺は資料を片手に刑務官の男に詰め寄ろうとしていた。だが何かに驚いて倒れ込んだんだ。立ってた刑務官が緑だったからってこと？刑務官の男は、奴になぜそこまで驚かされたのか。一体何が？何ね。っていうので、じゃあ、一応、アリスさんの他の体の部分とか、アリスさんの服装とか聞いてみるか。俺のファッションセンスを疑うというのか。言っておくが、この国の刑務所で自由に服を選べると思うなよ、指導員サラ。そういうことじゃないんだけど。まあ他に調べられるところはまあなさそうかな。オッケーオッケー。では、最後。この監視の人の服装か。服装は変わんないだろうな。顔ね。じゃあ服装から調べよう。はい。そいつのファッションをチェックしろっていうの？
貴様はバカか。刑務官の制服におしゃれも何もあるか。地味な男に地味な服、ダサいものさ。85点ファッションを舐めないでちょうだい。結構高い。あ、結構高得点じゃないか。うん、そうだね。ということで、じゃあ多分おそらく最後でしょう。緑の顔。はい。囚人を管理する刑務官の顔。貴様、いちいち因縁をつけたいようだな。ああ、どうしたんですか？バカな、あいつは、あの時いた刑務官は、緑だ。どういうことですか？わからん。だが俺は、あいつとあの場で、くそ、頭が変になりそうだ。俺は殺したから刑務所に入った。なのに、そこで再会していただと。冷静に、今は思い出すだけ。考えちゃダメです。あれ、まだある？ちょっと待って、どこだ？アリスさんの顔？頭部。貴様、俺の頭がおかしいと言いたいのか。記憶をねじ曲げられているんです。正常だとは言えません。ち、悪かったな。俺たちは自分自身すら疑わないといけないんだ。なんとかごまかせたぞ。あとなんだ？どこだ？探すぞ。同意書的なもの見つけられてないんだよね。同意書みたいな。ないかな。はしご？うん、ただのはしごだ。貴様の要求には答えてやりたいが、何の変哲もないはしごのことを詳しく思い出すのは難しいぞ。頑張ってください、アリスさん。あとどこ？どこだろうな。なんかないかな。んー、全部見たと思うんだけどな。ん、なんかあるぞ。このベッドのここの壁なんだ。この壁に貼られたポスターの下の部分どうだろうか。これだ。この俺に指図するのか。だが喜べ。思い出せそうだぞ。え？そうだ。正の字を書いてどれくらいの月日が経ったかカウントしてたんだ。それって毎日一画ずつ書き足していくあれですか？その通りだ。やはりこういう刑務所っぽいところも一応しておかないとな。ん？刑務所っぽいこともか。何の手がかりにもなってないな。あ、これで全部かい！くそー！この、細かいとこ気づけなかったな。思い出した。すべてを。本当の記憶は、こうだったんだ。俺は、自分が犯した殺人事件の資料をずっと集めていた。そんなある朝、俺の元に楽器が届いたんだ。もしかしたらレコが、なんて思ってしまった。俺は刑務官に聞こうとしたんだ、送り主のことを。だが、なぜ、貴様が、どうして生きている？感動の再会だね。嬉しい？アリス。ふざけるな！ここから出せ！ダメダメ。一応表では殺人事件になってるんだから。でもよかったね。君は人を殺してなかったんだよ。何がよかったねだ！貴様のせいで、家はめちゃくちゃだ！両親は殺人犯の親として生きていかなきゃいけない！それにレコは、音楽活動ができなくなった！歌えないんだぞ！あんなに、歌が好きだったのに！大丈夫。レコさんの方は今日も会ってケアしてきたよ。はあ、殺す。レコに何かしたら、今度こそお前は。ねえ、僕は戸籍上ではもう死者なんだけどな。関係あるか。
でもまあ、ちょうどいいか。実は今日、君のお願い事を聞きに来たんだ。はあ、何を言ってやがる。こんなことになった罪滅ぼしだよ。君がある同意書を書いてくれたら、望みを何でも一つ叶えてあげる。アスナロの誓いといってね、なりたい自分にアスナロなんて意味が込められてるんだ。話の通じない野郎が、何がなりたい自分だ。全て壊されたんだよ。貴様の人生も終わらせてやる。地獄に落ちろ。契約成立だね。同意書書いてくれる？書いてやるさ。貴様の息の根を止められるなら。俺は書いたんだ、同意書。その願いか。刑務所から出たいとかじゃなくって、ってことは本当は殺人を犯してなかったんだけど、その同意書を書くことで緑を殺させた。本当の生きている緑が死ぬことになったのは結局アリスさんが同意書を書いたことが原因ってことになるのかな。ってなったら殺人とあんまり変わらないのか。これがアリスさんの消された記憶。礼を言う、地動員サラ。奴は許さん。俺に、この感情を思い出させてくれて。よかったのかな、これで。みんななんか、恨みとか、なんだろう、こう、気持ちが悪い方向に向いていってるよね。いやでもな、アリスさんの立場だったらね、人生をめちゃくちゃにされて、自分の大事な家族とかもバラバラぐちゃぐちゃにされて、殺したいほど憎むっていうのはマジでそうだと思うからさ。なんか誰も責められないんだよね。まあ、責めるなら緑だよね。すべて緑が悪いわ。いや、アスナロかな？いや、黒幕は誰なんだろうな。黒幕が悪い。いや、これ黒幕サラちゃんだったらどうしよう。ということでね、まあ今日はアリスさんの記憶を見ることができたんですけど、次回おそらくソウ君の記憶が見れるかな。いやーきついね。でも楽しいね。ということでまた次回、おつぴよでーす。